こんばんは、メガトンです。さて、今回はですね、ストーリー的には、フィッシュアイに行ってラワンとかフランクに会うっていう話だと思うんですけども、こっちのオールドビルドの、どこだっけ？ここか。ここの発電所とかをやって、で、ピースキーパーの領域にして、なんだっけな、レーザーガン全開。どこで見るんだ？これが。カートラップ、レーザーキャノン、これ使ってみたいよね。で、次が電気トラップだ。まあ、こういうのが使えるようになるっていうのがあるんで、その電、なんだっけ、発電所か。これあれか、前回のホーコンを助けてれば、発電所に行ったんだよね。確かラワンを追ってね。で、今回それ行かなかったから、ここに何があるかとか分かってないんだけど、で、まあ、それとは別についでというか、なんというか、ここ水泳プールか。まあ、いろいろ行けてないところとかと、風車？風車か。風車とかもあるんで、まあ、そこら辺をやってこうかなと。アノマリもま、あったりするし、まあ、風車だな、メインはな。あとはチャレンジでは、あ、ローズガーデンとかあるんで、まあ、こういうサイドクエストもやりつつっていう感じだね。怒りのクリケットだ。究極ってついてんだね。究極！怒りのクリケット。まあ、ハテナがあったりするので、で、まずは基本的にここに向かう感じで行きましょう。さて。びっくりマークあるけど、あれはなんだっけ？あれはローズガーデン？いいか。じゃあ、向かおうぜ。発電所。あと、ここって PK のとこだよね。どこだ？レーザーキャノンってどこにあるんだ？レーザーキャノン。PK、あ、おり、あ、いるわ。レーザーキャノン見てみたいんだが？あはは、なんかやってんな。落ちちゃった。さよなら。向かってるのは発電所です。レーザーキャノン、これ一応領域だよね、ここ。PK エリアだと思うんだけど、見当たんないな。跳ねくれ。なんか騒いでんな。ここそうだよね。青枠だからあるはずなんだけど、どこにあるんだ？全然見当たんないけどね。レーザーキャノンの早撃ちは襲いかかるバイラルの一群を一掃するのに効果的だ。PK は支配地域にレーザーキャノンを設置する。レーザーキャノンはどこですか？あ、なんかあんな、足場見たことない気がするんだけど。なんだあれ。この足場。初めてな気がするんだけど、これ。まあいいか。レーザーキャノンどこだ？あ、あれがあんな。やり行く？やり行くか。まあそのためにね。エクスプロージョンいっぱいあるからね。まだフックはない。エクスプロージョン、あ、消えたぞ。消えたな。ん？そっちの方出る？また、あ、消えたな。てか向こうか、発電所は。声はすんな。あ、PK か。ん？あれは PK？ あ、手当てしてるわ。ゾンビ来てるよ、大丈夫？違う違う、なんでやねん！PK をテイクダウンしちゃった。ゾンビ予定だったのに。絶対俺指名手配されるでしょ、これ。ごめん、マジごめん。うっ、すまねえ、ほんとすまねえ。行こう。
やだね、これ。すごいね、あの、毒。3秒ぐらいで、なんか、あの、免疫、体力減ってくのかな、あれ。どうなんだろうな。あれ、いけない？これ。そんなことないよね。いけるよね。お、インヒビターもある。近づいてんな。上かな。ん、離れてるな。下かな。上ではないっぽいな。まあ、この辺にラワンが潜伏してて、追うっていう話だったんだよね。方向を助ける場合はね。すげえ離れてんな。じゃあ中入るか。そこだよね。変電所はそこ。いけるか。2箇所。2箇所ケーブルをつなげば OK って今出てたね。入り口、これ使うんだっけ？順番に、あ、これ掴むやつか。順番に辿ってけと。上か。落ちるやん？ここからいける？そこからいけんのか。もうかなり昔だからな、侵入したのな。いや、これラワンを追ったところだな。侵入路とは別かもしんねえ。いや、こっちか。ここか。あるわ。思い出した。あー、ここあれなのか。化学物質があるのか。2が上にある。これを使わないといけないとき来るのかな。落ちちゃった。届かねえでやんの。ちゃんと寄ったら飛ぼう。それか。落ちりゃーん。ちょっ、いや、掴まれる紐はあったと思うんだけど、やっちまった。あ、どうも。塗料まで。酒も実は貴重よね、最近ね。もらっていいのこれ。空っぽだわ。はい。ファーマシー、ファーマシー入れんのかな。入れないか。向こう側か。そこが入り口か。まあいいでしょう。あっちね。まだ痛むか。おう。PK エリアだからね、めちゃくちゃいるよ、PK が。あれか。入り口はそうでよかったのかな？つかな、落下死するとは。あ、なんか、ありそうだよね、これ。音やばいけどさ。ため池というか。あ、いや、でも向こうだな。ウェイポイントがそこに設定してある。どこだ？上、それダメだよね、多分。
あ、上大丈夫なんだ。インヒビター、この先近づいてる。あと15メートル。この上か。このあ、なんかそこ入れそうだよ。ここっぽいな。ん？あ、上だ。それか。ああ、いけるわ。地雷仕掛けなんだけど。危ねえ。初めて入ったかもしんない、これ。知らない、こんな場所。お、アウトブレイクガード。アウトブレイクガード。いや、そうでもねえか。スキルは多いな。防御力下がっちゃう。けど、まあ、防御系か。とりあえず持っとこう。さあ、これは、アイテム方向。アイテム方向？違う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 。あ、吸入器だって。侵入を拒んでる。入ってくるかな？こんなとこに。こんな細けいとこに。下にもなんかあんね。声すんだけど。外にいる。来た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 。来んのか。もともといた。落ち着かねえな。来るなら来い。3体いる。いや、普通に音で来たのか。崩落してて。いやー、まあ、一応アイテム。あれ、俺ここから入ったんだっけ？そうかそうかそうか。で、上に行って、そこにあったっていう話だもんね。で、なぜここに地雷があったのかって話なんだよな。結局元の場所にたどり着くだけ。下もある。あれ、そこ開いてんな。普通に下からも入れたのか。あ、なんかコイルじゃあったんだ。全然気づかなかった。そっ内側はどうやっていくんだろうね。いや、終わりだわ。じゃあ、目印ちゃんとあるわ。発電所がそこね。行こう。地下に隠されてるやつはまあいいだろう。あ、ちょちょ、痛い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 。あれ、ウィンチ？ウィンチある。解放してないのにウィンチある。そこだよね。さっきのしょぼかったなぁ。やられ方としては。
ちゃんと、あるのよ、掴むとこで。なんで乗った？なんで乗った？向こうから？向こうからだな。なんか勘違いしてる俺。向こうからだな。ノーマル。あれ、未だにノーマルダメなんだ。こじ開けらんないわ。ノーマルでしょ。米。ロックスター。ロックスター。コート。アンコモンとユニーク。まあ、まあいいか。スキル差も減っちゃう。これ、掴めますよね。怖っ。内側から。これも良さそうなんだけどね、この安全ヘルメットね。2がある。開けとく。下かな。暗くなってきちゃった。2。あと7メートル。あった。あと1ね。1が地下にあんのかな。1111111。ちげえな。あれが1。刺すところ。1、1。やっぱ今のあの橋を登るのか。あかねえわ。この先に1がある。うおー、やだな。これが1か。あ、持ったまま開けられるだろうけど、一応。で、これが完了すると PK の領域になって、次なんだろうな。場所が？これかな？あ、ちげえな。どこだ？上だな。あれか。レーザーキャノン結局見つからなかったな。一回ぐらい触ってみてえな。いいのか？アイテムの、うおわ。一応取れます。向こうもアイテムか。揺れてんね。いいか。まあ、そんな重要なアイテムはないから。解放します。さあ、変電所、次が、電気トラップ。全部四角で発動するのかな？巻き込まれた敵を感電死させ。ああ、だから、いつも殴って発動させてたあれを、遠隔で やれるようになるんだ。結構便利じゃない？それは。こっちにしまーす。
なんか作ってる。彼女すごく腕がいい。失敗だったかな。私もお金持ちになれたかも。死んでたかもよ。すげえの作ってる。これもあるんだよね。なんかね、あった気がするんだけど、クロスボウ。次クロスボウになる。セミオートのクロスボウと特別な属性ボルトの設計図一式。これはもしかして弓がいらなくなるとかある？モロトフランタン。フリコトラップだ。フリコトラップのやつ今作ってんだ、そこで。ラスト UV トラップ、いいね。羽と塗料とお酒も欲しい。こんなもんかな？あなたって最高。ただのガラスの塊だったよね。ここになければどこにもないぞ。マジで？まあ、確かに品揃えはいい方だ。よし、じゃあ一旦朝にして、で水泳プール行ってみようか。スイミングスクール、どこだ、寝るとこどこ、これそもそも高い。なんかありそうだな、行ってみる。一回行ったことあったな。ジャンプじゃダメなんだこれ、許されないんだ。一回オールドビルドのじゃなくてシティ側の塔の上に登ったらテープあったよね。よう登るの、いつ崩れてもおかしくないのに。何があるんだろう。あ、アンテナだった、もしかして。どうの俺、いけんのか。わーっと、え、回って、いけた、いけたけど何にもない。マジで。おそらく、なんだっけ、老中尉に GRE のなんか機器をもらった後に来ればアンテナを動かせるんじゃねえかな。じゃあね、今何時だ ?20 時か。まあ、いけるでしょ。ハテナとか向かいつつ、最終的にここに向かいたい。という感じで行こう。行くぞ。あと、あれか、軍事データもね、見つけないとね。あ、ここからフィッシュ見えるんだね。1.2 キロ先。音楽が流れないのがすごい寂しい。あ、ここか、これか。避難軍です。行こう。お、なんかいるな。夜中ですから、そう、レアの討伐の証が欲しいので巨体の足跡やった方がいいかもね。巨体の足跡の群がレアが5つもらえたりするんで、耐久値あと100。デモリッシャー？デモリッシャーなんかない？すごい吹っ飛んだね。これに当たんない？痛い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 、やめなさい。あぶわっち、あれのダメージがとて時々とんでもないんだよね。なになに、あー渋みか。
待って、ま、とりあえずマッスル使おう、マッスル。隙が全然ない。いって。わかんねえ。うん、ジャンプで避けれそうなんだけど、地面叩きはもうちょっと、ちょタイミングわからない。ケツケツ、あー、バックナックをまだそんな食らわん。トゲトゲ当たんねえじゃんこいつ。痛い、何食らった？バックナックを今のも。あれは前方に飛ぶやつか。前方位のやつがあるんだよね。その2種類が意外と分からん。怖っ。なんか体力バー出てるとすげえ気が楽だね。そんな強くねえわ。じゃあジャンプ早すぎた。遅いんだなあれな。わかった。大丈夫です。まあソロならそんなに。さあ武器チャンス。おおお、ハイテク斧のレジェンダリー、ハイテク斧450。意外とだな。片手斧シリーズ、片手斧、片手斧、片手斧。そうですか。まあ、あとスキル次第になるのか。夜間ダメージの上がる率がやばいなこれ。なるほど、夜間ダメージがやばいと。わかった。覚えた。では、なんだっけ。ハウラいるな。奪えるか。普通に野良のボラタイルが出ることがわかってきたので、気をつけないとね。これなんで光ってんだ？あ、これがあれか。なるほど。おお、びっくりした。いや全然見えなかった。そろそろ壊れそう。直すか。痛い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 。直しとこう。お、ずれたな。なんだ、なんか順番変わったね。まあいいか。ムーヨーマジェット、はい、直して。俺はどこ向かってたんだっけ。市民プールか。あとまあはてな向かいつつ、ですね。わお、バレんの、これでバレんの。大丈夫です。わお、バイラル。うわお、やられちゃってる。あんこもも結構増えてきたんで、やっぱりレアだね。だからジャーナルはこれにしとこう。パート3。はい。夜もいるのかな？
これ、開ける意味ある？ノーマル。まだやれないか。こじ開け。もう一個だから開けよう、次。ん？ボルターがいる？毒ゾンビもいるね。ん？あ、アノマリー？いってー。やってく？何がいいんだろう？ファイヤー？あ、結構行こうか。さすがに投げ効かないよね。硬いね。やばいやばい。ちち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 はい、使っとこう。あれで蘇らせるっていう感じなの？あ、起き上がったぽいね。やっぱこう死者を蘇生する力がある。バイラル来ないんで、なんとか。なんだ。ちゃい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 。てねえな。これやるんだったらバーバレンの方がいいのか、多分。意外と硬い。一撃の威力はこっちの上のはず。うわあ、なんだ、あんなのやってくる？あら。これでもあんまり美味しくもないんだよね、特に。まだかな。いや、全然強くなってる。レブナント、こういう槍とかも忘れていた。開くのがあれか。一応装備品がまた出てくれればまあまあ嬉しいけど。アーティファクトの装備品が、おおお、外科医のスニーカー、どうなの？外科医のスニーカー。でもあれか、防御力ねえんだ。
防御結構重要だね、最近。全く防御力ないっていうのも不思議だけど、なんかね。ヘビーブーツ、ハイトップ。この、十字の回復系のやつだとないのかな？これタンクでしょ？こっちの、ブローラーの、このハイトップ系の球が欲しいね。そうすると防御力もあるし、片手武器の攻撃力も上がるっていう。それが、いつ手に入るのか。今でしょってならないよね、なかなかね。さあ、まあ免疫もやばそうなんで、一回。取り忘れ。なんか向こうにいっぱいあるんだ。あ、中だね。ラブラブ。ちゃう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 。やばやばやば。ちょちょちょ。これどうなるかな。入っては来ないと思うんだけど、チェイスが終わんないかもしんない。ノーマルです。これほど緊張感のあるピッキングは初めてだぞ。あ、終わった。意外と拍子抜け。さあ、まあ出ねえか。で、なんか、これだ。刀。色が濃い。いやー、レジェンダリーじゃないとね、もうね、満足できねえ体になっちまったんだよ。491、395、いやー、全然ダメだわ。次の。そこに一回、浴びに行った方がいいか。あれか。あ、上か。あった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 。怒りのクリケット。おい、お前今、お楽しみか？うん？いや、大変だ、難しいんだ、あれ。やらない。物資をお探しか？お探しです。ぜひ頼む。かぶってるのあったら売っちゃおうか。まあいいか。ないか。PK は取引に感謝する。まあ相当強い武器を売ったからね。で、なんかいたな。軍か。では行ってみ、まあ屋上にとりあえずあんのよね、あれが。隠れ家は。で、それ以外の、あ、これ降りちゃうんだ。水泳プール。わあ、どうしよう。上から飛んでってみる？あ、意外と遠いな。直で行くか。問題はハウラーだよね。見られてんな。行っちゃおう。さあ、ん？上の光なんか紫っぽくない？なんかちょっとこの中が。わお。上なんだよ。上は上なんだよ。あれか。危ない危ない危ない。痛い痛い痛い。減りすぎ、減り、うん、そうだろ。おい。いや、ちょっとスピッタ、スピッ
った、マジ、なんであんな減るんだろうね。あれはやりすぎじゃないですか、さすがに。と思うんだけどね、俺は。はい、あそこもハテナがあんね。とりあえず向かうわ。他に類を見ない価格だよ。お目当ての品はあったかな。あったあった。いいか。いやー、どうしよう。同じことになりそうな気がする。スピッターにバレたら終わりな気がするんだが、あ、バレた、バレた、やばい。ちょっと。来てる。減る。すごい減る。うわあ、そこからしか来れねえのかな。フック使って無理やり登れるとかあんのかな。よし、一旦朝にしてこの下の水泳プールを漁ってみよう。他なんかここってあんのかな、その軍事パーツとかさ。朝でいいか、朝にしよう。工具もなんかいろいろ揃ってんね、これ。電動ドリル、レンチ、ハンマー。こういうのがあんのか。見張ってた。VNC。あれが？はてなはなんだ？向こう側か。ダークホローかなんかだと思うんだけど。で、この上は終わりだっけ。そうか、軍事用品とかないんだ。ないね。で、中、これ本当何のためにあったんだろう。サバイバー側じゃなくて、その PK 側につけばこれ何か起きると思ったんだけど、何も起きねえぞ、これ。今後かな？ DLC で使うのかな？いや、なんもだわ。よし、じゃあ、風車を見に行ってみる？ちょっと気になるよね。俺は今回関わらなかったけど、アルベルトは生きてるからどうやったんだろうな。あとそのアルベルトの隠れ家とかさ、入れんのかな？1周目の知識を総動員して、2周目に何が起きるかいろいろ試してみよう。じゃあですね、ハテナ、ハテナ開けつつ行きましょう。ああいうこと言われるとね。ランナーですよ。それか。ダークホローとかだと思うが。後輩。レーザーキャノンさ、マジどこ一回も見てない。ここって PK エリアだよね。PK エリアだ。それは、クリケット？クリケット。まあ、ここ向かうかしら、次は。
で、まあ風車の方に寄ってってみよう。設置してあるとしたら、はい、行きます。設置あるの多分その地上だと思うんだけど、あれは電気ビリビリでしょ。あ、なんかいるね。レネゲートだ。レネゲート、これ PK のすごい近くなんだけど、いいのかい。これロックできてるっぽいんだよね。結構硬い。なんかすごい柔らかい時もあるんだけど、今日は硬い。なんだろうな。倒した。落ちてっ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 た。申し訳ない。せめてその勇姿だけ見ておく。まあそういうこともあろうって。いただきます。あんこもいただきます。一歩落ちてんね。うわ、虫は嫌だね。死体はまあ見慣れてるというかあれなんだけど。さあこれです。メインディッシュです。メリハード結構、あ、そう、初期値が結構多い気がする。メリハード、さあ、あ、いや、あるわ。なんだ？あー、マチェット、アーティファクトだ。チャンプグローブ。グローブこっちか。チャンプ。まあ、いらんな。軍用マチェットの、まあ、まあ、桁違いよ。強さは。板切れとジャンプガントレット。これあれか。レネゲートの落とし物か。よし、行くぞ。